信号長いっすからね。お、やっと変わる。電車が行って、いいや、あっちだ、四日市方面だ。まあまあまあ、近鉄の方はいくら普通オンリーとはいえ、じゃない、トヨタ上野もあれか、あれ、トヨタ上野は通過するか、津島町よりこっちね、津島町よりこっちが、そうや、江戸橋よりももっと上ですもんね。だから普通列車オンリーですけど、まあそれでもね、1時間2本はあるんじゃないかな。津島町行きはありますもんね。あと始発か行き、あ、始発か止まりが多いんか。あ、でもね、始発か津島かはそれなりにあるのかな。ですからね、あ、もう踏切も見えてきましたからね。よし、近い近い、ここからはね。動いてるんだ。清氷さん、清氷か、氷屋さんだからね。それはね、冷凍庫はね、休みだから止めとくわけにいきませんもんね。涼しいんだろうな今ね。さすがに暑い、この格好だと。徳原さん、徳原さんってなんだ。特殊更新車かな。通ってでもいる、海側走るように特殊更新してある車っていうのが四日市はあるんですよ。あのコンビナートの中入るのに、そのコンビナートに対応した更新車でないと入れないところとかがあって、まあ、だからって別に特殊更新車と分けることはなかったんですけどね。あ、もしかしたら通の方はそういったところがあって、その更新車かどうかが分かりやすいように明記してあるのかな。でも通ってそんなコンビナートのところないもんな。四日市だとまあまあ明記してるからいいか。それこそ製油所ですよね。製油所でもね、あそこもいるか、コスモもいるか、大京もいるか、事務所に入っていくだけだったらいいんですよね、大京は。もうあばらに上がる、一気に近鉄ですよ。で、反対側からも通過列車が行ってくるんだな。駅舎は向こう側だったよな。あれ、停車するでしょうか、最初か、多分平田さんの車庫に持ってくるんですよね。で、トヨタ上の駅舎はこっちか、渡った方だよな、確か。20年ぶりだからわちゃんと覚えてる。意外と広い駅なんですよね、2面4線の。久しぶりに来たな、トヨタ上の。歩くままですね。こっちから抜けるのかな、ショートカットで行ってます。ショートカットできそう、できなさそう。よし、順調に行こう。そこの前の交差点を開いてあれ、よっしゃ。ここ曲がったら行けるはずだ、こっちで行けるはずだ。やばい、この踏切は普通列車の恐れがある。駅前どっちだっけな、先ほどかな、こっちの方。あ、こんにちは。すごい、そんなにって離れてないんですもんね。もう駅前のはずなんだよ。あ、違うわ、
前来た時っていうか、ちょいちょい豊洲上野来とった時は豊洲上野から車に乗せてもらってたんだ。だから駅前しか俺歩いたことねえんだ。うん、そうだ。お、なんかね、ここかな。よくなった。全然違った。ただの広い駐車場だった。なんでこんな広いの。子供園。ああ。なるほどね。どこにいるかな。まあ言うて近鉄の方が昔ながらの住宅とかがあるところに作ってますからね。ああ、もう駅は見えてる。駅は見えてるけど、止まってるのはさっきの階とか。車に入ったかもなかなか大変そうになったらね。車だともうちょっと先探し広い道があったかな。でもどっちしろ駅前は狭いか。はあ、よし。さあ、トイトウェイの着いたけど、列車は今来た。もういい時間だよね、多分。わかんねえけど、街客がいっぱいいるから多分もういい時間のはずなんだ。よし、でこんな感じで石中川方面か。15時19分、15時23分、もう4分で来るんだ。あまり、のんきそれんな。まあ、このところで。よし。じゃあ、もう、じゃあ、1時間ともこれで行こう。よし。よし。こんな感じで、当たって向こう側にも行けるし。普通方面、こっちでいいか。よし。上の写真に来たな。よし、よし、あっちに行くのかな。電車駅名所なんか本当に違うよな。あ、ここね。江戸橋駅という何があるんだろうね。不思議だよね、近鉄があれば。あ、さっきのやつも出てたんだ。まあこんな感じで、そう、回避できる線がある2面4線のね、ローカル駅、まあちょっと豪華なローカル駅って感じかな。まあただ三条平成までしか対応してないですからね。そう、冬には伸ばさんでしょうね、ここは。ちょっともう電車来る。あ、ちょうど来るね。こっち2番線で入ってくるのかな。どうしような、通まで行くかも。なんか真っ坂まで出て真っ盛り飯を食いたい気もする。寿司町行くのかな。どうせ次に乗り換えるんだったら次で行くか。2番線に入ってくるか。よいしょ。あ、石中川行くか。あ、でも真っ盛りまで行けもんな。今の産業成功ってあたりだね。いいね。さあ。